はい、では行きたいと思います。朝のお試しできれば一周ぐるってできる余裕のある番号欲しいですね。できれば2桁。あーでも最近では悪くない。ありがとうございます。お願いします。139、多分ちょっと上の方だと思います。よし、型破り。おはようございます。お願いします。よし、おはようございます。おはようございます。角の方が取りやすいですか。じゃあ角にしようかな。 OK、 アニメ車で行きます。ダメだったら窓曲げ行くかもしれないです。おはようございます。ゲーム実践者のジャンジャンです。ここ最近の僕の実践内容がこちらです。というわけなんですよ。なので、いや今日負けたら本当に弱い。背水の陣久しぶりなんですよね。なんとしても勝たなきゃいけないんですけど、僕明日北海道に帰るんですよ。帰るお金がなくなりそうなんですよね。いや久々に切羽詰まってるんで、楽しく打ちたいんですけど、結構いつも以上にひりついちゃうかもしれないです。そんなひりついてる中、もっと鬼畜なミッションがこちら。いやー結構ですね、達成に近づいてはいるんですけど、あともう一息なんで、ぜひぜひご協力お願いします。はい、それでですね、本日遊びに来させていただいてますホールさんは神奈川県にありますマルハン厚木店さんにお邪魔してます。はい、ラインナップがですね結構バラエティに富んでいて、選ぶ台は豊富かなと思うんですけども、その中で久々に鬼武者選んでみました。最近ハマるんで、だったらハメた方がいい台を選ぶしかないということで、小当たりラッシュで、かつ現行最高期の小当たり性能を持つ鬼武者を選んでみました。あんまり出したことはないんですけど、はめることが多い時に打つ台かなと思うので、そこでガツンと出したいと思います。はい、それでは6月とは思えないこの気温の中、僕は半袖でやってるんですけども、僕ミートテックも取ってるんで大丈夫なんですけど、気入れていきたいと思います。それではマルハン厚木店さんでなんとか勝つぞ。型破り。はい、それでは行ってみたいと思います。 CR 新鬼武者ですね。コーテルラッシュがついた寝台の方です。1枚目、結構ジャンジャン先生 の応募動画で鬼武者の動画を送っていただいてる方結構いらっしゃって、それを見て僕が打ちたくなった次第でございます。あまりそこまで詳しくはないんですけど、かっこいいくて結構好きな台です。はい、では簡単にですね、注目演出の紹介なんですけど、この台一番大事なのはバーニングビジョンです。リーチ中のカットインの最終形態として発展するんですけど、それが出たらどんなに弱くても当たるかもという期待に変わります。逆に出ないとまずいぐらいですね。あと最強最悪ボタンで、ボタンがサプライズボタンみたく上がってくるとですね、それも期待ができます。あと前作にもあった桜を見たら俺を思い出してくれない外国、これも大事ですね。あと一番大事なのはバーニングビジョンです。で保留は赤以上、バーニングビジョンゲーなとこあるんで、そこをなんとか持ってきたいですね。ズバババ、このズバババって大事なんで覚えておいてください。鬼の時とかの撃破数もズバババで2888だったら大当たりの項です。でスペック紹介なんですけど、319分の1のミドルタイプで、突入率、確認突入率が 60% で、入れてしまえば小当たりラッシュがつきます。で小当たりラッシュが強力さんの中でもトップクラスで、1変動当たり19個増える計算です。ガンツと並ぶがガンツよりいいぐらいですね。で右基地中図柄揃いは、10ラウンドで1300個ぐらい取れますね。もうこの台は本当にはめたらはめた分だけ得なので、いかにはめるか、そしていかに図柄を揃えるかですね。準備はいいか、いくぞ、早急。あ、紫だ。これもう一段階は行ってくれないとな。これは技術さんですね、ここで。でズバババ、ズバババありかな。
あ、なしか。これ極限とか取ってくれたら熱い。あ、覚醒マックス。それだけかい。あ、一応赤ですね。あ、でもキャラは悪くない。クロディオス一応強いですね。キャラは強いです。バーニングビジョンが出てこなかったら、うわー、緑だったらダメだ。ここでボタンが上がってくれば、あー、普通ですね。で、熱いポイントがこの後復活の濃厚ポイントがあって、アイキャッチがこのキャラ以外だったら復活濃厚になります。戦ったキャラ以外の敵がアイキャッチで出てきたら復活濃厚なんですよ。クロディアス、あー、クロディアスだ。違ったら復活濃厚でした。はい、1万円使い切りまして235回転まで行きました。回ってくれてますね。そこでこれだったら移動全然しなくて大丈夫そうです。おー、エアバイブっていうリアクションの練習っす。あまりにも何も起きないから自分で呼んでみようかなと思って。前に試したことあるんですけど、あ、エアバイブって嘘を言ったら本当にバイブその後来たんですよね。っていうジンクスがあるんで言ってみました。それでは3枚目いきたいと思います。なんか久々に打つと楽しいですね。負けてるんですけど。そんなこと言ってる場合じゃない。入れてしまえばまとまった手玉は出てくれやすいので、とりあえず入れることには始まらないんで、まず当てます。ここで緑は悪くない。なんだ、緑か、赤、 OK。 妖精ゾーンは行くかな。行きますね。お、金だ、とても熱い。よし、次どうなるかですね、演出。覚醒と、よし、とりあえず極限はいかないか。よし、赤、よし、クロディアス、よし、赤、上がってこい。あー、普通だけ抜け。あー、これはチャンスだった。クロディアス以外の敵来い。クロディアスか、ダメか、今の痛いな。あれ、強一でした。本当に強一でした。いや、当たってもよかったけどな。楽しい。いや、でも結構もう使っちゃってるから当たってほしかった。エアバイブ来た、エアバイブ、
まさかの激アツ外れ1回転ゴス。わあ嬉しい、やっぱいいな、やばいって気持ちいい。7点ですね。これが上位のゾーンになりますね。これです、大好きな激アツ予告。一つだけお願いがあるんだ。桜を見たら俺を思い出してくれないか。かっこいい。もう一回。あ、極限いかないのか。青とか、あ、赤止まりか。おい、ピーフラになりましたね。ここで100機に行ってくれたらチャンスアップになります。 OK、 この上に1000機があります。もう一丁。あ、これでバーニングですね。これが入ってくれるとどんな時でも大チャンスに変わります。もう激アツオンパレードだな。上がってきたら全部オンパレードですけど。お、ここもするだけでありがとうございます。やったー、488回転。すごい綺麗な当たり方ですね。よし、最悪の事態は免れた。で、閉鎖だと、4ラウンドになります。で、これもここのスルー通すまでは大当たり発生しないので、ここでトイレ行っても大丈夫です。最後いきます。はい、ここから現行機最強の、もう最強クラスのクォーターラッシュですね。1変動あたり19個増えるんで、あっという間に1箱たまります。で、このキャラクター相手のゲンマがいる時だとクォーターラッシュが発生します。で、この点滅保留でリーチになってしまうのが転落の王道パターンですね。こんだけ増えていくと気持ちいいっすね。秀吉が出てきてくれたら大当たり、ほぼ大当たりなんですけど、白い紳士に会ってしまったらもうほぼほぼ終わっちゃうんで、点滅保留でのリーチを避けるような感じですね。お、赤保留。熱いぞ。よし、77だったらこれは大丈夫ですね。多分チャージが77で止まってくれてたのは、これ大谷の方で大丈夫だと思います。よし、なった、気持ちいい。今ので10ラウンドの当たりプラス交代ラッシュが今のがついてくるんで、出玉力はもうこのループでものすごい稼げます。投資が2万4000円なんで7000発あったらまくってますね。このセブンとかに比べて小当たり確率が高いので、めちゃくちゃ優秀です、小当たりが。よし、もう5000発突破ですね。何発。いや、早えな。150ハマってますよ。200ハマり
なので純増を考えると3600個プラス1300個取れてるんで、この一連だけで5000個取れてますね。こんなにハマるっけ。いやこれはうますぎるよ。これは発展しますね。えい、いやこれで当たったらめちゃくちゃうまい。おお熱っ。上がってこい。やった。いやこれ2万発見えてくるかもしれない。今回ので7233個ですね。赤保留入った。うまく図柄あたりも絡められてて今理想系です。あ、オッケー。ストレーン流れ、スターリー流れてましたね。この台通常時もなんですけど、浜崎のスターリーが流れたら熱いです。あと200個。あと100個。今2万発出てますけど、連チャンしてるのはたったの5連ですからね。5連でここまで来れるんですよ。あ、赤だ。当たれば4ラウンドですね。よし、珍しい。これ信頼度 12% ぐらいしかないんですけど、ラッキーですね。あれこれ 10ラウンド取れんのか。あ、10ラウンド取れるんだ。これ10連したら、あの最後エンディング見れるんですよ。それやりたいな。見たことないんですよね。よっしゃ。いやーこれ怖い。あー やめて。やばい。これがあのよく終わるパターンのやつですね。いやこれ保留台だしな。頑張れ。うわーダメか。これが終わるパターンなんですよね。ここでレインボーの文字が出てくれたら復活ですね。最後これだと復活はないので時短になります。もうちょっとやりたかったな。まあ出玉的にもう十分なんですけどね。はい、今お昼食べ終わってお腹がとても苦しい状態でございます。はい、もう鬼武者が吹いてくれました。いや嬉しい限りです。よかった。楽しく北海道に何事もなければ帰れます。まあ、僕はこの後飲ませやすいんでそこだけは注意したいと思います。はい、でですね、いただいたコメントにお返ししたいと思います。ウルトラセブン打った回ですね。はい、では早速返させていただきます。ナビーパワープロさんからいただきました。ありがとうございます。君はスロットしないのか、パチンコ一筋か。はい、
ありがとうございます。ミッションを与えられてまして、まずはミッションを達成することが先かなと思ってます。でミッション達成した際には伊佐さん、ゾヨシキさんと3人でスロットを打ちたいと思いますので応援してください。お願いします。続きましてエリコちゃんからいただきました。ありがとうございます。イニエーション面白い。逆に相性悪いと思うパチンコ3機種も教えてほしい。3機種か、まあ、相性悪いパチンコいっぱいあるんですけど、実は今日売ってる鬼武者、そしてハーデスパチンコですね、ハーデスと、あとターミネーターが相性悪いですね。あとアリアも悪いです。アリアは本当に僕打たない方がいいんじゃないかってぐらいいけないんで、僕にもしっかり相性が悪くてボロ負けするのがしっかりあります。はい、ありがとうございます。はい、続きまして多分読み方なんですけど、マチ N さん、ありがとうございます。ジャンジャン君にお願いがあります。ヘッドセットのマイクなんですが、口元に近すぎて音割れしちゃってます。ちょっと話していただけるとめっちゃ聞き取りやすくなるかと思います。これからも頑張ってください。ありがとうございます。今大丈夫ですかね。もうちょっと話した方がいいですかね。はい、そうですよね。僕もともと滑舌が悪い上に、あの吹奏楽やってたせいか息が強く出ちゃうので結構音割れしやすいかなと思いますので、ちょっと気をつけていきたいと思います。ありがとうございます。はい、コメントたくさん嬉しいです。ありがとうございます。全部読ませていただいてて勝手にしてますので、今後とも書き込んでいただけると嬉しいです。まあ、僕は大事なのは前半よりも後半なんで、後半いかに出玉を伸ばせるかが勝負になっていると思いますので、気を抜かないで頑張っていきたいと思います。目指せプラス2万5000発。いってきます。型破り。おう、ありがとうございます。ありがとうございます。1万8000ゲーム発。一応自分の今の状況を測るために1回流してみました。あと7000個ぐらい取れたらもう文句なしです。頑張ります。苦手な機種を午前中1個克服したので、苦手な機種を克服するぞ会でハーデスにやってきました。これ 1K9 のペルセポネバージョンですね。まあ、ハーデスのサイン地球が苦手な人間なんで、まあ、199から克服するのがちょうどいいかなと思います。でもう一つ打ちたい理由があって、来週導入なんですよ、ハーデスの信頼。それも合わせてちょっと思い出そうかなと思って移動してきました。ボーダーが 13.9 とめちゃめちゃ甘いので、ヨシキさんが1回動画でミドルの方打てたと思います。あのへそに入った時にくるんで穴で抽選されちゃうんで、すごい寝かせが重要で、手前に傾いてちゃうとバンバン外れ穴に入っちゃうんで、ちょっと台の癖を見抜くのが重要な台になります。出玉なしの当たりが一切ないので、かつ電柱とへその振り分けが全く同じなので、言っちゃえばへそから大量出玉一発目から取れる可能性がある夢のある台ですね。で継続率は 65% なんですけど、まあ、時短50回加味したらまあ 70% 近くはあるかなと思います。でこれですね、地味に8個保留なんですけど、青と赤で、まあ、4つずつなんですけど、4つどっちかが溜まった時点で手は離した方がいいと思います。片方4つ溜まってて、もう1個入ったのがその満杯の方に入ったらもったいないので、僕は4つ入ったら、どっちかが4つ溜まったら手離しちゃう派ですね。で保留変化に関しては、まあ、青保留はまあ当たらないかなって考えると、まあ、緑からなるんですけど、順番としては緑、赤、赤デカ、金のデカ保留になります。もう金のデカ保留いったら93番まで上がるので、まあ、チャンスとしては、まあ、赤保留以上ですね。結構この台精神破壊攻撃やってきて、赤保留からのヘルゾーンとか全然あるんで、そこはちょっと見たくないなって印象です。基本的にリーチでハーデスが出てきたら大チャンスになります。僕も相性悪くてあまり打ち込んでもいない機種で、あまり詳しくはないんですけど、今日ちょっとそれ克服できればと思います。個人的な印象なんですけど、パチンコメーカーが作るスロットって結構煽りが強くてガセが多い印象なんですけど、逆に主にスロットを作ってるメーカーさんがパチンコを作った時って激アツってはっきりしてることが多い気がして、やっぱりスロットで激アツってもうほぼ当たりじゃないですか。やっぱそういうところはやっぱメーカーさんの特徴出ますよね、普段作ってる。
ものの、ハーデスも結構分かりやすくしっかり激アツは熱い、弱いはほど外れるみたいな印象なんですよね。はい、すいません、僕ですね、まだお金もあるんですけど、諭吉を使い切ってしまい、手元にある野口さんたちをこれから投入しようと思います。8000ですね。1野口目、3野口目、4野口、6野口、帰ってきて。持ってきた野口、諭吉は全てサンドに飲まれました。お金借りでもいいですか。取れ高できたら返さなくてもいいらしいんで。いや、1000円で当てたら9000円僕プラスですからね。すごいカメラマンが苦笑いして僕を見てますけど、ね、返します返します。今日紙に勝てない日か。苦手を苦手のままで終わらせちゃいけない。もう当ててくんないとやめちゃうよ。え、1万円ってこんなに早くなくなっていいもんなんすかね。当てたいんで1万貸してください。これ1枚稼ぐの結構大変ですよね。何やってんだか。振り向いたらもう1万円が用意されてます。ありがとうございます。すいません、本当ごめんなさい。あ、赤だ。727って熱そう。赤がいい。青か。やばい、一人だもんな。え、じゃあ赤ですね。あ、激アツ。赤がいい。赤以上緑はやだ。あ、緑か。まあ、これはたどり着きますね。もう一個揃っちゃえばいいのに。久方ぶりのチャンス。やり、やりなしか。しかも文字かは後ろ階がおんないの。文字だけか。いやー、どうなんだろう。このリーチは好きだけど。カット一金。なんで緑なんだよ。奇跡のデカボタンとかないか。赤。うわー、普通か。なんで激アツ出てきた。ダメかい。660回転飲まれますね。こちら、ごめんなさい。まあ、さすがに結構時間も遅くなってきたんで、ちょっと終えるところまで終えます。マジっすか。申し訳ないっす。カメラマンさんのお財布の中の最後の1枚だそうです。でもこの1万勝負ですね。物理的にこの1万でしかも追えないんで、これで決めます。
珍しい青菜の あ、いいですね、紫の霧。 OK、金、振り物金でくれ。 OK、金、激アツ。あ、赤保留、しかも赤菜は熱い。オッケー、赤菜2個、今んとこは文句ないっす。頼む、まずやりよ、やり。オッケー、739回転目レジェンド行こう。タイトル金もあるんですけど、赤菜、もう一個赤菜。ああ、もう大丈夫っすね。オッケー、今のもチャンスアップです。行こう。赤ボタンで来い、赤ボタンで来い、赤ボタンで来い。やった！ 739回転、もう投資忘れました。これで、青の、あー、5か。これで、紫だったらペルセポネ。で、ハーデス柄だったら、ハーデスが出てくるんで、ハーデス柄だったら通常否定になります。まあワンチャンだよな。6ラウンド以上行ってくれたら全然格変の可能性が高くなります。行くぞワンチャン、ゆきち頼む。もっともっと、リア君、ここ越えたら熱い。あ、6ラウンドか。6ラウンドだったらほぼ1対1ですね。通常と格変、格変であることを信じて打ちます。いこう。奇跡起きてくれ。あーです、いここまで失敗すると多分通常っすね。いやしょうがない、あんだけ失敗したら。しょうがないっす。単発だったんですけど、最後粘って初当たり取れて良かったです。本当は連チャンして欲しかったんですけど、まあ、苦手な台で相性悪いから克服はまだ遠くなりそうなんで、過ぎてる寝台で、過ぎてる寝台のハーデストはちょっと仲良くしたいなと思います。ちょっとカメラマンさんのお財布から結構借りてしまったんで、ちゃんとお返しして。あ、大丈夫なんですか、返さなくて。あ、違います。はい、でもまあ朝鬼武者で楽しかったし、最後来たけどこれ辛かったんですけど、でも最後は当たってカメラマンとも一緒に喜びを勝ち合えてよかったです。まあ、これで2機種また追加できたんで、まあ、よかったかなと思います。ありがとうございました、お疲れ様です。型破り、お疲れ様です。先週了しました。
もう雨も止み、夜は更け、真っ暗な感じました。はい。で、朝一の素晴らしい出玉から一転、ハーデスで冥界に落ちたんですけど、そんな今日一日の激闘の収集を発表したいと思います。投資17,500発、回収19,752発、結果ギリギリ取れました。2,252発プラスです。あんま喜べないんですよね。粘って最後初当たりいけてよかったです。はい、店内本当に盛り上がってて、パチンコ海もあんなに数字ついてる台をいっぱい見たのが久々でした。はじめパチンコ結構行かれる方多かったですよね。はい、で寝台 の、 あの窓まぎとかも結構もうリバイバルで入っているところって結構状況厳しいとかも多いんですけど、今回は状況良さそうな6台とも常にフル稼働という力の入れ具合が分かるなという印象でした。はい、で今日でマニムシャとハーデスの199で2つまたミッションクリアしたので、もしかしたら達成してか、もう少しか、どっちかだと思います。もう確実に50機種は間に合うなというふうに実感したので、それは一安心です。はい、よかった。残るはツイッター、まだまだこれは自分の、まあ、やり方というか、あの出来具合によるものだと思うので、頑張ってフォローとかチャンネル登録をしてもらえるように、これからも頑張っていきたいと思います。はい、なんか本日1日やりきったというような実践でした。本当にここまで見ていただいてありがとうございます。次回またお願いします。さよなら。赤保留、おお、レジェンドハーデス初めて見ます。やっと来たチャンスが。これで 70% 後半ですね。イエーイ、よかった。最後まで見てくれてありがとうございます。この動画が面白いと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。型破りー。